型破りの一番星アスターペガサスの中田基調教師です。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっとこう男前ですよね。完成な顔してますよ。はい、毛色もね、なんかこう縦髪の色もちょっとおしゃれな感じやし、うん、まだね幼い顔してますけどね。はい、さっきちょっとお話出てましたけど、顔がお父さんに似てるんですか。ジャイアンツコゼに結構似てますね。あ、ね、そうなんですか。馬装ってやっぱりこう継ぐもんですか。お母さんに似んでたりね、はい、種馬に出たり。あ、まあ、やっぱり出たら何でしょう、走るお父さんに似た顔の子はお父さんに似た能力を持ってる可能性も高いんですかね。まあどこに遺伝が出るかっていうところでね、はい、まあ顔にも出て走る方にも出たらまあいいことないんでしょうけどね。でも能力はありそうですよね。うん、能力ありますね。うん、なんといっても驚きは函館2歳の勝ち方が、うん、もうちょっと型破りじゃないですか。うん、まあね、あの時期の、ね、2歳の重賞としては、うん、まあ、飛んでくるような、ね、はい、背足でしてね。それも直線一度こう両脇からちょっとね狭いところこじ上げてきてますもんね。うん、あのあたりはどうですか先生ご覧になられて。いやもうあの馬込みひるまずね、うん、間割ってきて、うん、結構 まだ子供なんでやんちゃでやんちゃですね、うん、でも全然初戦と違うレース内容でしたから。そうですね、うん、ちょっとスタートも良くなかったんでね、函館の時は。どっちが本来のアスターペガサスの姿なんですかね。まあやって折り合いついて流れ乗ったら、うん、ああいう性足が発揮できるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、さあ今お話にありました折り合いという面なんですが、その面でいうと慶応杯は少し行きたがる面を見せたかなって感じもしましたが、そうですね、あの久しぶりっていうことで、はい、ちょっと気負ってた部分とあとあのすごいスローになったんでね、うん、なかなかあのいろんな条件が悪条件が重なって、うん、まあ、折り合いかきましたけどね。今回その辺は心配ないですか。一度叩いて、そうですね、あの、うん、ガス抜きできてるでしょうし、はい、あの状態も上向いてるんでね、うん、まあ、あの落ち着いて走ってくれれば折り合いもつくと思うんですけど、はい。今回まあメンバーが強くなりますし、その上、まあ、大箱阪神、まあ、直線坂もありますし、いろいろとこれからまた経験してこなしていかなければいけない面もあると思うんですが、先生にとっては不安より楽しみの方が大きい一戦ですか。そうですね、あのとにかくいい状態で出せそうなんで、うん、まあ、そういった意味では楽しみの一戦だなと思います。それでは最後に抱負をお聞かせください。あの函館2歳ステークスの時のようなね末脚を炸裂させて、あのいいとこ見てもらいたいなと思うんで、はい、まあ、皆さんまた応援してください。はい、あのありがとうございます。ちょっと細かくちょっと分かんないですけど、この縦髪の色からしたらこれ毛色としては一応あのクリゲなんですけど、はい、でとこう土地クリゲって言うんですか。まあそうですね、種類から言うと、まあ、そうなんですね。こっちから見たら縦髪ね、ちょっとなんかすごい独特な、ただ単に茶髪というんではなくてちょっとね、個性的な茶髪というより金髪みたいなね、金髪っぽいね、っていうですよね。いや、見た目ね、やっぱり派手なのが強くなったら人気出ますからはい、ぜひとも期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。